西武ファン必見、東尾と和夫の胸熱シーン。プロ野球名球会のゴルフコンペで、西武レジェンド OB で、元監督の東尾治氏が、前監督の松井和夫氏をねぎらう様子が YouTube、名球会チャンネルで流れ、感動を呼んでいる。参加メンバーの前に立った東尾氏と松井氏。東尾氏は、和夫お疲れ、と切り出した。松井氏は成績不振の責任を取り、5月26日に休養を発表。東尾氏は、悲しくってさ。一生懸命やるんだけど、なかなか結果を出せる選手がいなかったと振り返った。チーム本塁打は12球団最少の60本。個人の最多は外崎、佐藤龍、中村の7本だった。東尾氏は、和夫くんはしんどかったと思う。バッターをどうにかしないといけないと声を大にした。そして、最後には、すいません、西武を応援してやってくださいと出席者に頭を下げた。動画を見た視聴者からは、後輩をねぎらう姿を見て目頭熱くなる、東尾さん、優しい、松井和夫さんの笑顔が見れてよかった、東尾さん、ありがとうございますとメッセージが届いていた。西武は好きだけど、今年は弱すぎた、とりあえず松井和夫さんはお疲れ様でした。打てないのに、ブンブン振り回す打者を放棄してた、責任はあるでしょう。走魂も最後まで貫けばよかったが、中途半端で方針ブレブレだった。松井は優しいから監督ではなく、コーチ向きだと思います。高橋由伸と同じく。野球を基礎の基礎から勉強し直してほしい。ろくな補強をしなかったことに加え、松井さんを一軍監督にしてしまったことが間違いだった。60本か、全盛期の中村だったら1年で打ちそうな本数だな。もう一回、東尾さんに監督してほしいけどな。年齢的にもう無理なんかな。名前を残す人は人間も大きい。まあ誰が監督でも同じだったろうな。和夫さんには、いつか監督の頃の話を聞かせてもらえたらと思う。目指していた野球、育成、一体何が成績不振を招いたのかと考えているのかを。東尾さんって現在の解説聞いていても、入団時の松坂への指導を聞いても、技術や理論がしっかりしていますよね。松井のせいではない。それだけは言える。